はーい、はじひのでーす。まあ、まだそれやるんですね。いや、これずっとやります。今回、じゃあ海鮮丼の駅前さんです。離れ、ね、離れ、あ、まあ、その超豪華な海鮮丼が、うん、しかもこう中央市場って神戸のもうここやね。そう、まさにその中にあんねんけど、隣接してますけど、はい、ちょっとまた今度すぐ新鮮なもんがこのいい値段で食べるこうでかい海鮮丼、大盛り海鮮丼あると思うんで、すごいねこれは、うん、大食いの俺たちとしてはやっぱこの海鮮ラーメンばっかじゃないと海鮮丼も食らうぜっていうことで。ちなみに一番人気っていうのは一番魚菓子丼が一番人気。あ、やっぱり。ほんなん俺魚菓子丼行くわ。うん、魚菓子丼ね。六個じゃなくていいの？あ、そっか。六個でいきます。推しはな。僕はだからマウント富士。サンライズ行くじゃん。サンライズそれ、うんうんうん。サーモンと。なるほど。すっごい。これが今だからさっき。そうそうそう。赤だしはちょっと行きたいな。三つぐらい。赤だしは行きたい。はい、僕です。うわすごいな、テレビや、テレビの赤だしです。これがあれですよね、 SNS に載せると無料になります。一人一杯無料になるという超特典。これがマウント富士でございます。よ、日本一マウント六甲でございます。六甲おろしのキャー六甲おろしのキャーキャー気づいたら言っちゃってたというか、ほんまに何もなく歌ってしまった挙句、それに対してびっくりしたというか、それでギャーって言っちゃってました。サンライズ。言葉を見失う景色に出会いたい。It's beautiful scene. サンライズ。王様とかの感じやな。確かに。まずね、シンプルに普通のやつで、そう、醤油だけで、醤油だけで。もうどうぞ。豪快出ました。何から行くのこれ。これむずいな。カニ、これ行って。このカニを醤油につけます。つけんな。行って、ほんでどうすんのそれを食べ。え、魚を得たハジ、水を得たウオじゃなく、ここでですか？魚を得たハジ、立った方がいいか。魚を得たハジ。こうやんな。おお、すごい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 。見てこれ。痛い痛い。痛い。おお。うまいな。全盛期の小野伸二ぐらいうまいなこれ。テクニシャン。どっちに。テクニシャンやな。そういう発想あるみたいな。うん。そのスペース使うみたいな。フリートローがもうトロトロでも見え。トロトロしすぎて、ほんまに軽自動車、おばあちゃんが運転してんかと思ったもん。トロトロやな。ほんまに。そっちのトロトロやったんやって。うん、トロ。やっぱりさっぱりしてるね。ほんまに。見た目なパンチあるけど、うん、一番食べやすそうや。なんか巨人に入ったタイミングの小笠原みたいな感じでさっぱりしてるね。なんかひげ剃ったな。うん。俺も乗りたい。乗りたいなってきた。この上に。嘘やん。俺もこうやって一緒に乗りたい。僕も食べて。あんまりそわそわしないで。
あ、なんでも入りたい。こうやって。もうええで。もうええか。ごめんなさい。しっかり見ついてるかな。すごいね、これ。豪華やわ。身も詰まってるわ。うん、どう？あの、うん、マジで。うんあの、うん、渋滞になったぐらい詰まってる。どこ行ってんか分からん。おお、じゃあもう1台止まったら玉突き事故や。玉突き事故。これはエビの玉突き事故。役面接見てる感じやつ。おじいちゃんどっから来たの？誰がおじいちゃんやねん。孫の成長楽しみにして生きてないの俺。つれついてない。誰がやねん。そうやねん。最近足悪なってない。何やねん。おじいちゃん。車椅子買ってくれ。電動でもええわちゃうねん、お前。家右か左かどっちや？右やねん。違うわ。誰がやねん。どっちから来た？座りよう分からんくなってない。何やねん。道にも迷いがちやねん。ちゃうねん、お前。犬の散歩行ったら元気になるな。ちゃうねん。オートマティックやねん、マジで。いや、自伝で。ただ光るちゃうんやから。いや、オートマティック。オートマティック、オートマティック。どうだったっけ？お前のオリジナルやん。へい、完食。いやいや、完食。完食しました。はい。デザートに、ハジ丼いかがですか？いくらですか？280円となっております。ねえ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったですね。ボリューミーで。ボリューミーやって。もう、美味しかった、美味しかった。うん。もうぜひね、皆さんこの、うん、駅前離れ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 さん、ぜひ来てください、はい、チャンネル登録お願いします。